や、ケーキアンドゲームXのアークやっていきたいと思います。今日ね、アークの PS4 と PC 版の違いっていうのを話していきたいと思います。一応ね、俺もね、プレステ4版は、実はラグナロクをちょっとやったことあるんだよね。一時期 PC 壊れてて、で、そのタイミングでやったので、両方ね、俺的にはやったことになるので、そこのあたりを看板見て、今日はいろいろね、二つの機種について話をしていきたいと思います。それでは本日の目次はこちら。一つ目、PC 版とプレステ4版。そして二つ目、モッドについて。そして最後におすすめの筐体を話していきたいと思います。それではまず一つ目に、PC 版とプレイステーション4版の違いっていうところを話していきたいと思います。で、やっぱりね、一番でかいのが、金額とスペックっていうこのね、両面なんだよね。ここはね、本当にね、比例するものなんだけれども、どういうことかっていうと、まあ、単純に、プレイステーション版だと、スペックがちょっと低いんだけれども、まあ、とりあえずプレスさえ持ってれば、ソフトだけ買えばいいって感じ。で、PC 版に関しては、一定以上のスペック、まあ、ゲーミング PC がないと、ちょっといけないから、お値段は張るんですが、代わりになんだけど、かなり快適にゲームを遊ぶことができるっていう感じなんだよね。で、まあ、ここはね、まあ、ちょっとね、極論言っちゃうと、まあ、ここのさ、オプション設定でビデオ設定のグラフィックとかをガンガン下げちゃえば、ぶっちゃけ、まあ、しょぼい PC でもプレイはできるんだけど、まあ、そうなってくると結構ね、まあ、辛いね、画質になったりするなっていうところではあるんだよね。っていう感じなので、まあ、一旦ね、そこはね、例外として置いといて、今回の比較対象としては、PC はゲーミング PC で、で、PlayStation は PlayStation 4か、もしくは PlayStation Pro っていう感じですね、4の。で、これを比べるとね、やっぱりね、性能は圧倒的に、PC の方がいいよね。俺はね、プレス4でやってた時ラグナロクなんだけど、ラグナロクっていうマップはかなりね、軽いマップなんだよね。そのラグナロクでさえ Y バーンっていうね、そんな飛行速度が速くない生物で飛んでても結構ね、カクカクってなったり読み込みが遅かったりっていう感じなので、結構ね、しんどいなっていう感じだったんだよね。で、これがね、具体的に現れるところは何かっていうと、FPS 制限っていうものがあるんだけれども、コマンドで、例えばね、こう今俺ね、FPS60 っていう形で制限してて、t.maxfps イコール60ってやってるけど、これはね、今の状態を 60fps を max にして、60fps 以上ね、グラボがパワーを出さないようにしているって感じなんだよね。で、こういったね、制限があるんだけれども、プレスにはないんだよね、この制限が。もともと、なんかね、制限がデフォでかかってて、なんかね、何 FPS か忘れたけど、30か、そこら辺の FPS 制限をもともとされてるんだよね。なので、結構ね、そもそも、スペックが PlayStation 4に関しては厳しいって感じなんだよね。で、まあ一応ね、PlayStation 4 Pro になると、まあまあ快適になって、5になるとだいぶ快適になるっていうような感じですね。まあ、5になるとね、結構快適になるっぽいから、まあ、5まで行くとまあいい感じなんだけど、まあ、5まで行くんだったら、まあ PC の、まあ、そこそこの片打ちのゲーミング組んだ方がいいかなってなったりもするから、まあ、そこはね、ぶっちゃけね、人の好みによるんだけど、まあ、ゲーム機でやりたい人がいたり、あとは PC でもまるっとやりたい人っていうのがいるので、まあ、そこはね、まあ、微妙なラインなんだけど、プレス5の金額っていうのがね、まあ、なんだけど、一応ね、5買うんだったら一応選択肢は2つあるっていうような感じかな。俺もね、一番初めに YouTube を実況したての頃の PC は自作 PC で秋葉原で買って組んだんだけど、7万円か8万円しないぐらいだったかな。そのぐらいのゲーミング PC でも普通にプレイ自体は快適にできたので、まあ、そんな感じなので、別にね、まあ、プレス5ぐらいの値段あれば、一応ね、選択肢は両方持てるっていうようなイメージではありますね。まあ、PS5 が今なんか5万ちょいだっけ?そのぐらいの金額だと思うので、まあ、一応コスト的にはね、多少安くなるっていうような感じのイメージかな。で、ゲーミング PC だと、まあ、最低でも結構7、8万ぐらいは、まあ、組もうと思うとかかっちゃうかなっていうようなところではありますね。っていう感じで、やっぱりね、この金額が高くなればいいスペックで遊べて、で、さらに、まあ、金額を抑えれば抑えるほど、まあ、安価に遊べることができるみたいな感じなんだよね。ただ、ちょっとスペックは出ないけど、まあ、そこに関してはね、まあ、あらかじめ理解しておいた方がいいかなって感じですね。まあ、金額とスペックっていうところが、やっぱりね、一番大きなポイントになりますね。で、次はね、金額の話、パート2なんだけど、さっきの話は、まあ、筐体というか、ゲーム機本体ね。PC だったら PC 本体、プレスだったらプレス本体の話をしていたんだけど、ソフトの話になるんだけど、多分なんだけど、PC 版の方が安いです。やっぱりね、PC のね、Steam とか Epic の割引系はかなりね、いかついかなって思いますね。まあ、特に Epic とかはね、やっぱり Steam からシェアを奪おうとして、結構無料配布とか、近年よくやってたりするので、まあ、そこら辺とかも含めね、結構ね、PC 版は、
そこまでなんかそのソフト本体をあんまりね金がっつり取ろうっていう方針じゃないので、まあ、そこがねまあいいところかなって思いますね。 DLC とかとりあえずユーザーを増やすとかユーザーの継続性に重きを置いているので、がっつりフルパッケージでもうなんかね7000、8000、1万円で売ったろうみたいなスタンスではあんまりないんだよね。でまあここに関してはねまあ一長一短ではあるんですが、まあ一応ねそんな差があるっていうようなところですね。Steam とかねセール結構やっててめちゃくちゃソフト安くなるから、まあ、そういったところを踏まえてね、まあ、特にアークなんて出て結構6、7年経ってるからかなり安くなるかなって感じですね。それでは次行ってみたいと思います。次はねキーボードとマウスかコントローラーっていう点なんだよね。でこれはねあの人によるんだよな、もうかなり人によるなので、俺なんかは最初はねゲーム機でずっとやってたんだけど、まあ、マイクラとかあとはアークとかを結構がっつりね PC 版でやり始めてからもうほとんどねキーマウの方がいいなっていう感じになってるので、まあ、パッドって呼ばれるねコントローラーは最近ほとんど使ってないなっていうような感じではありますね。ではここはねぶっちゃけね人によるから、俺の場合はまあキーボードとマウスの方がいいので、まあ、キーボードとマウスの方がまあ一応ね、まあ、やりやすさ的には自由度が高いので、まあキャラコンと呼ばれるねこの操作性マウスでくるくるできてキーボードでこう動けるっていうのがすごく大きいんだよね。でもう一個ね俺がねキーボードとマウスから離れられない点があるんだけど、それはね今ね俺このマウスを使ってるんだけど、ロジクールのなんとこれねボタンがねたくさんついてるんだよね。なので俺はねショートカットキーをめちゃくちゃね利用してるんですよ。このマウスのサイドボタンの部分のショートカットキーね、これがむちゃくちゃいいのよ。なのでワンボタンでねいろいろなことがマウスだけでできるんだよね。でここら辺がマジ便利だから、俺はねちょっとねこのキーマウからね結構ね離れらんないなっていうような感じの状況ではありますね。でただここはマジで人によるから、まあ、キーボードマウスいい人とか、あとはあんまりキーボードマウスなちょっとな慣れないなっていう人、難しいなっていう人はね別にねやんない方がいいと思うので、まあ、そこら辺はねぶっちゃけね自分のやりやすいやつを、まあ、やった方がいいんじゃないかなっていう感じではありますね。であとはねゲームの内部の話なんだけど、 PC 版とプレステ版で決定的に運営の仕方が違うんだよね。それ何かっていうとアップデートの回数が全然違うんだよね。PC 版はアップデートめちゃくちゃ来るんだけど、プレステ版はアップデートがあんまり来ないんだよね。まあ、あの厳密に言うと同じアップデート来るんだけれども、Steam 版とか Epic 版の PC 版はこまめに来て、で、プレステ版は一時全然来なくて、で、急にまとまってドンって来るみたいな感じ。なので、一時全然アップデート来ねえな、みたいなこともあり得るんだよね。特にね、今撮影してるのが9月23とかなんだけど、多分1ヶ月半2ヶ月ぐらいプレステはまともなアップデート来てなくて、その間に PC 版は結構ねアップデートが来ていたりしてるんだよね。なのでまあそこら辺ね運営の仕方がやっぱりね PC がまああのオーソドックスみたいな感じの作りをやってるので、なのでまああのアップデートとかゲーム環境に関してはちょっと遅れて反映されるっていうのが基本的なまあ形になってますね。で最後にね俺がね地味にねまあやっていく中でこれ便利だなって思ったのがデータを直接いじれるっていう点なんだよね。何かっていうとプレステだとあんまりコンフィグファイルとかデータをいじれないんだよね。例えば今あのこのテイムして乗っているアルゲンタビスレベル800なんだけど、このまあ難易度を上げることによってレベル上限も上げれるのね。でこれ直接今俺ねファイルを操作して難易度を爆上げさせて野生レベルの上限を600っていう形でエクステンクションは遊んでいるのね。であとはねセーブデータの移行とかも、まあ、プレステもねローカルじゃなくて、まあ、クラウドとかに上げておけば簡単にはなるんだけれども、そういったところでねいろいろな面でプレイステーションと違って PC っていうのは直接ゲームファイルをね結構いじくり回せるのね。なのでそこら辺がね非常にね使い勝手がいいかなっていうのがあるよねっていう感じで、結構ねまあ違いっていう違いがねあるんですよね。なのでここら辺の違いがねまあね大事になってくるんだけれども、まあ、ぶっちゃけねこれはねどっちがいいっていうのはそんなに、まあ、正直ないんだよね。まあ、あるとすればまあ自分の好みで選んでくださいねっていうところがまあ一番かなっていう感じなので、まあここに関してはねまあこれを天秤にかけてまあ自分の好きな環境でやるのが一番かなって思ったりしますね。それでは次にモッドについて話をしていきたいと思います。でモッドについてなんだけど、モッド何かっていうと今ね俺が着ているこのねまあコスチュームというかスキンなんだけど、これもねモッドだったりするし、あとはねモッドキャラとかもいたりしていろいろねまあ別の DLC みたいな
他の第三者が作った新しい DLC みたいなのを遊ぶことができるんだよね。で、まあどういったことができるかっていうと、例えばね、今スチームパンクモッドって入れてるんだけど、スチームパンクモッドの工業炉なんだけど、これはね、鉄をね超効率的に作れたり、あとはめちゃくちゃね面白いモッドとかもあって、こういった可愛い女の子、獣耳の女の子を出せたりもするんだよね。で、今俺が着てるこの服っていうのもこのスキンなんだけど、モッドで出しているっていう感じだし、であとはね武器のモッドとかもあったりして、なんかねエイペックスのなんか R99 っていう銃とかがあったり、あとはねよくねいろんなねサバイバルとかゲームで出てくる PSG-1 っていうねこのスナイパーライフルがあったりみたいな感じで、いろんなね武器モッドっていうのがねあったりもして、まあいろいろなね形でゲームを拡張してくれるんだよね。で、あとは形にはわからないけど、今ね建築モッドを入れててどうなってるかっていうと、スナップポイントがめちゃくちゃ増えてるから、1個の土台で広げれるマスっていうのがすごくね広くなっていて、まあ建築がしやすくなってたりするんだよね。なのでそういったねいろいろな場面で役立つものとか、あとはこういった面白いプラスアルファの要素っていうのが使えるっていうのが Steam の、まあ、PC 版の利点の一つなんだよね。で、まあ結構海外っていうのは PC 版とこのコンシューマー版、プレステ版とかの差っていうのが日本ほど開いてなくて、日本は圧倒的にプレステユーザーの方が多いんだけど、まあ、逆にねアメリカとかだと PC ユーザーも結構な数いるんだよね。なのでやっぱりねこの PC ユーザーが多いっていうのと、あとは拡張性が高いっていうところでモッドをね作る人も結構いるんだよね。そういったモッド制作者とかもいっぱいいるっていう中で、こういったね拡張性をね高くアークをねプラスアルファで遊べるっていうのはめちゃくちゃでかいんだよね。まあそもそもアークってさ終わりがなくて、まあ、すげえ楽しいゲームだと思うんだけど、さらに終わりをなくすねエンドコンテンツみたいにすることができますモッドで。はい、俺もさ、もうさ、6年何年やってんだ、うん、すげえやってるんだけど、まだね、なんかね、新しい発見があったり、あ、このモッド楽しいな、みたいな、新しいモッド導入したり、みたいなこともあるので、本当にね、このモッドっていうのはね、キリがなくなります。はい。マジで終わりがなくなる、やばい要素になっております。そんな感じでね、やっぱ拡張性っていう部分は、やっぱり PC 版の方が軍配が上がるかなっていうような感じではありますね。まあ、ぜひね、PC 版やってる方に関して、モッドね、あんま使ったことないよっていう人いれば、まあ、ぜひね、使ってみてください。結構ね、楽しいです。まあ、最初ね、使うのでおすすめとしては、まあ、スパイグラスとかディノトラッカーとかじゃない？ファイルの大きさがちっちゃくて、お手軽に作れて入れれるから、まあ、こういった拡張機能があるんだっていうのをやっていくと、まあ、面白いんじゃないかなと思いますね。ということで、最後に、俺がどっちが結局おすすめなんだいっていう話をしていきたいと思います。で、これはね、まあ、さっきもちらっと言ったけど、ぶっちゃけ、まあ、どっちもどっちです。はい。どっちもどっちなんだよね。自分の好みになってくるので、今日ね、いろいろ説明した金額とかね、セールが多いとか、あとはスペックの部分っていうのがあると思うんだけど、そこら辺をね、自分で、まあ、テーブルの上に置いて、天秤にかけて、俺だったら、私だったら、どういったものがいいかな、どっちがいいかなっていうのを、まあ、自分で判断してもらうのがいいかなって思いますね。で、まずこれが前提条件で、まあ、俺はね、どっちが良かったかっていう感想なんだけど、まあ、PC 版が良かったね。まあ、そもそもね、俺、マイクラでモッド慣れてたし、キーマウっていうね、キーボード&マウスの操作を結構慣れていたっていうのがあるので、まあ、そういったところを加味して、まあ、俺の場合は PC が良かったかな。あとはね、やっぱり PC でやった方が、まあ、やりやすいかな。PC 前提の配信ソフトとか、そういった、いろいろなゴニョゴニョできるソフトっていうのが多いので、まあ、YouTuber 視点だと、結構ね、PC 版の方が俺は便利かなって思ってますね。あとは拡張性に関しても、やっぱり、PlayStation よりかは PC 版の方が、本体とソフトともにあるんじゃないかなって思いますね。一応ね、俺はね、PlayStation 4版をやっている時に、SSD にね、中身を換装してるんだよね、PlayStation 4版は。なんですが、そんなに違いはなかったし、まあやっぱりメモリーとかグラフィックボードの点っていうのが一番大きいので、そこを考えるとね、どうしてもスペックの差っていうのは埋まらなかったので、スペックをねプレステでどうにかしようっていうのはちょっと難しいかなっていう点ですね。で、なんだけど、やっぱりプレイステーションっていうのは敷居が低いというか、まあ、気軽にできるっていうのが俺的には一番良かったかな。もともと俺もね、ゲーム筐体でコンシューマー版のプレイヤーだったので、ほとんどね。で、マイクラとか、あとはなんだっけな、FPS をちょっとやったぐらいから入っていたので、まあ、そもそもね、コンシューマー版から入るっていう人がかなり多いと思うので、まあ、そういったところのね、まあ、入り口としてのとっつきやすさっていうのはかなりね、プレステ4はいいんじゃないかなと思いますね。で、そもそもね、まあ、プレス4っていう形で、まあ、やり方わかってるし、扱いやすいし、で、そもそもね、なんかいろいろめんどくさい設定とかいらないから、もうこのプレイステーションでやる前提で、まあ、いろいろね、整っている環境なので、まあ、そんなにね、めんどくさいことがないんだよね。
PC だと逆になんかパーツの故障とか、あとはなんかいろいろ設定したりとかめんどくさい点が多い。まあある程度ね慣れてないとめんどくせえなとかわかんねえなとかなっちゃうから、まあそこら辺のお手軽さとかやりやすさっていうのはプレステがね段違いでまあ高いので、まあプレイステーションをね最初に選ぶっていうのは全然ありだと思いますね。まあ、別にプレステでやっても PC でやっても別にゲームの中身は変わんないから、まあどっちでもいいんだけど、まあそこはねマジで個人の好みとか、まあ、環境とかどういう風なものを求めてるかっていうところになると思いますね。まあ俺は最終的に PC 版にたどり着きましたっていう感じですね。まあ俺の場合は YouTube として配信もするし、あとは PC ゲームとかを好きでやったりするので、Steam とか好きなので、まあそこら辺の個人的思考が多いかなっていう感じだね。ということで本日はプレイステーションと PC 版のアークの違いっていうのを話してまいりました。やっぱりね、まあプレイステーションと PC ではね結構違うところがあって、そもそも販売してるところも違うので、でその販売してるところも PC 版の中でも結構あって、Steam とか Epic とか Stadia とかあるから、でさらに Epic と Steam でも DLC の売り方が違ったりもしているので、まあいろいろ違いはあるんだけど、まあざっくり言うと、まあ、やっぱり筐体 PC 版とコンシューマー版プレイステーション版っていうところが一番大きく違うので、まあ、そこら辺のね差をねみんながどう見るかっていうところではありますね。ぜひねみんなもねこういう点がいいからこっちにやったとか、こういう点がいいからまあプレステやった PC やったみたいな話がコメントとかでいただけると嬉しいかなと思いますね。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。